はい、こんにちは。今回はですね、スーパーファミコンを買ってきたので、ご紹介したいと思います。こちらになります。この世代の方はね、絶対見たことあると思うんですけど、スーパーファミコンのね、ケースです。スーパーファミコン、スーパーマリオコレクションのシール貼ってるんですけど、あのね、こういうのがね、当時よく流行ったんですよ。これ以外にも、スーパーファミコン入れとかね、いろいろあったわけですが、そのうちのこれはケースですね。で、このケース付きで、ソフト2本ぐらい付いてて、1500円ぐらいかな、で買いました。よいしょ。こんな感じでございます。コントローラーでしょ？コントローラーが2つと、あと、スーファミの線ですね。スーファミの線と、で、ソフトはね、幽白ですね。幽白書の、これ多分格闘の方かな？いや、違うな。多分シミュレーションゲームの方ですね。で、桃太郎電鉄3ということでね、ついています。で、これはですね、なるほど。ソフトは入ってませんが、ドンキーコング3のですね、説明書が入ってます。入ってました。はい。はい、こいつが本体ですね。見た感じね、カメラを通したらかなり綺麗に見えると思うんですけど、そこまで綺麗じゃないです。まあ、それなりに黄ばみもあって、黄ばみもある感じですね。で、スイッチ関係は、問題なしっぽいです。で、この辺の端子類もかなり綺麗な状態じゃないかなと思います。そんなもんかな。で、これが一応ね、ここが一応入力端子になってまして、右から順番に、アダプター電源ですね。で、チャンネル1か2か。と、あと RF アウト。で、マルチアウトということで、基本的にはね、こことここしか使わないはずです。これで使える感じだと思います。でですね、これだけでは芸がないので、一応ね、買いだめてるね、ソフトが結構あるんですよ。でその辺もね、紹介したいと思います。これね、まず一つ目、偶然ってわけじゃないですけど、これですね。ドンキーコング3じゃなくて、スーパードンキーコング初期のやつですね。これはね、今では普通なんですけど、当時スーパーファミコンではもうとんでもないぐらいが映像が綺麗でして、あと操作性もね、多分、なんて言うんでしょう。今までない横スクロールのアクション、横スクロールでもないか。横向きの動きのアクションゲームだった覚えがあります。すごいなと、感心した覚えがありますね。こちら100円で買ってます。で、次がですね、これです。マジカルタルルートくんですね。これどうだったかな？アクションゲームだったかもしれないな。アクションゲームだったかもしれないです。ファミコンのゲームはね、確かアクションゲームだったと思うんですけど、それのスーパーファミコンバージョンだったんじゃないかなと。で、次がですね、ストリートファイター2のスーパーです。スーパーストリートファイター2なんで、多分キャミーさんが出てるやつかな。キャミーさんが多分出てるはずです。これ100円ですね。で、次が、聖剣伝説2ですね。僕はね、3が好きでした。3のね、リューネでしたっけ？なんか忘れましたけど、リューネとか、ホークアイとか、あの辺好きでしたね。これはね、いっぱいシール貼ってるんですけど、100円で買いました。で、次がですね、ロマンシングサガ3ですね。これも100円で購入しました。後で分かったことなんですけど、実家にありました。知らずに買ってしまいました。でですね、次が、こちらですね。シムシティ。私のシムシティ人生はここからスタートしました。と言っても、すぐ飽きちゃってやめちゃうんですけどね。シムシティ。で、次が、これですね。
ファイナルファンタジー、これはね、6か。6ですね。これも好きでしたね。当時出た時に買えなくて、羨ましい思いをしました。持ってる子はね。なんで、いいの持ってんなって、ね、108円ですかね。僕はこれの術の中で、バイオの音とサンダカの音が大好きです。で、次が、ドラクエ6ですね。ドラクエ6はね、途中でやめました。僕、ドラクエね、レベル20を超えると飽きちゃうんですよ。で、次が、これですね。伝説のオーガバトル、タグ隠れちゃってるんですけど、これ80円で買ってます。で、なぜか、もう一本ね、ファイナルファンタジー6を買ってしまってます。こっち300円です。失敗しました。300円で買っちゃってるんですよね。で、クロノトリガー箱入り108円です。これはね、なんか嬉しくなって買っちゃった。名作ですよね。やっぱスーパーファミコンバージョンが一番だと僕は勝手に決めつけています。で、ドラクエ5、300円で買ってます。で、ファイナルファンタジー5ですね。バッツとか、クルルでしたっけ？クルルとか、あとガラフさんとかね。そんな感じの登場人物だったと思います。これを300円で買ってます。もうこの辺はね、失敗なんですよ。スーファミ買って嬉しくなっちゃって、何も考えずに買ったら全部高かったっていうね。で、スーパーマリオカート、ですね。今や8まで来てるのかな？の中で、まあ、一番初めの、作品になります。もうこれはものすごく面白い。今でも多分面白いと思う。といっても、ここのね、コースが結構使われてること多いんで、知らないコースは今の子たちでも知ってるコースが多いんじゃないかなと思います。で、これスーパーロボット対戦 EX ですね。多分ね、これは僕ね、やっしてないと思います。スパロボ好きなんですけどね、どうしても最後までやったのはね、サターン版の F ぐらいかな。F はちゃんとやったかな。他はあんまりちゃんとやってないですね。これはね、サーバインを使ってみたくて買いました。当時、友達がね、無双してるの見てかっこいいなと思ってたんで、それができたらいいなと思って買っています。これですね。ファイナルファイト、ファイナルファイトですね。これ150円で買ってます。もう名作ですね。僕これスマホでも入れてるんで、なんかたまにやってしまいますね。普通にクリアは多分できたはずと思います。次が、ぷよぷよですね。ぷよぷよも面白いですよね。ぷよぷよも買いました。これは、108円ですね。で、これをやったことないんですけど、面白そうなんで買いました。サザンアイズですね。ヤクモくんがね、ヤクモくんがいい感じですよね。好きですね。ヤクモくんとか。あと、ゴーストスイーパーのね、横島も僕好きなんですよね。全然タッチが違うんですけど、そんな感じです。あとはですね、まあ、将来的にね、もしかしたら、ゲームチャンネルじゃないんですけど、配信するかもしれないので、まあ、それ用に、スーパーゲームボーイ、まあ、ゲームボーイのね、ソフト、ソフトファミでやるようなやつを買ってます。まあ、こんな感じで、たくさん買ってきました。ではですね、この中から、どれか1本を、繋いで動作確認をしてみたいと思います。
はい、ということでね、無事動作確認の方ができております。他のソフトもねいくつかやってみたんですけど、問題なく動作はしておりましたし、動作もしてましたし、その辺の心配はなくてよかったなと思います。で、基本的にはこんな感じでね、パソコン返してですね、ちょっと使っていこうかなと思っています。で、何回かねコメントにももらってるんですけど、プレイ動画というか、今日というとこまでできるかわかんないんですけど、そういうものもね、ちょっとずつやりたいなと思って、それもあって、最近ちょっと、ピッチを上げてね、いろいろこの、動画配信を進めています。ちょっと溜め込んでるものをある程度吐いてから、そういう、チャンネルを別に作るのか、そのあたりはちょっと考えてない、まだ決まってはいないんですけど、そんなことしながらね、やっていきたいなと、思っております。以上です。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。